クルクラーレリは、トルコのヨーロッパ側、東トラキアにある都市。クルクラーレリ県に属する。国会に面する。町が建設された時、どのような地名であったのかは定かでない。ビサンティン帝国時代はギリシャ語で、40の教会と意味するサランタイクリシエスと呼ばれたが、14世紀になってトルコ語のクルクキリセに解消された。トルコ共和国が誕生し、 1924年12月20日にオスマン帝国の三尺という行政区分が都市に変わると現在のクルクラアレリに解消された。ブルガリアン語ではブドウ畑の街という意味でロゼングラトと呼ばれる。現在のクルクラアレリという地名は1924年以前にも数年前から使われていた。例えば1912年から1913年の バルカン戦争に関する現代文学作品にもその名が見える。現在も続けられている遺跡の発掘事業では、旧石器時代から新石器時代にかけての考古物が見つかっており、この地位がヨーロッパ大陸で初めての体系的な村であったとする説もある。紀元前513年から512年にかけ、遠征中のダレーオス一世により、一帯がアケメネス町に征服された。 1363年には、村と一世の遠征により、ビサンティン帝国からオスマン帝国に支配者が移った。1821年から1829年に、かけて勃発したギリシャ独立戦争で被害をこむった。1878年には、ブルガリア人が6500人、トルコ人が2500人、ギリシャ人が2000人それぞれ住んでいた。 1906年から1907年のオスマン帝国国勢調査によると、クルクキリセの周派別人高校生は、イスラム教が22,022人、ギリシャ正教会が14,154人、ブルガリア正教会が1,599人、ユダヤ教が789人であった。1912年から1913年にかけてのバルカン戦争では、ブルガリア軍に占領され、 第一次世界大戦後はギリシャに支配されたものの、1919年から1922年にかけてのトルコ独立戦争中、1922年11月10日にトルコが奪還した。1923年にギリシャとトルコとの間で交わされた住民交換協定により、クルクキリセのギリシャ系住民はギリシャに渡り、ギリシャで暮らしていたトルコ人が入植してきた。 そのトルコ人の大多数は、1912年の第一次、バルカン戦争までテッサロニキに住んでいた。同年のローザンヌ条約により、クルクラーレリ県の西の境をトラキアにおける国境と、することで正式に合意された。1923年、キリシャ北部のメグルーマニア人地域で、 唯一のムスリム村落であるのティア村の村民3700人のほとんどがエディルネ地方に入植した。クルクラアレリにも110以上の家族がやってきて、近郊の村々には400家族2000人近くが入植した。そのうち500人がクルクラアレリにやってきて、文化的にトルコ人に同化した。現在では彼らのほとんどがトルコ語を。フズールベイモスクとキュリエは、 オスマン帝国時代の1383年に気づかれた。ありがとうございます。